さきかです。今ちょっと緊急で動画回してるんですけど、なんと今日はイケメンがお家に遊びに来てくれるみたいです。あ、来ました。ちょっと開けていきたいと思います。おはようございます。はじめまして。イケメンが遊びに来てくれました。はい、ということでたけるさんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はたけるさんが家に遊びに来てくれたっていうことで、はい、いろんなお話をしつつ料理を作っていきたいなと思ってるんですけど、はい、料理できるんですか？いや、あんましないですね。あんましないんだ。はい、事前に肉系とか魚系が食べたいって言ってたんで、今日はまず肉じゃがとはらこ飯を。はらこ飯？はらこ飯ってわかります？何ですかそれ？はらこ飯って豆腐の食べ物で、炊き込みご飯みたいな、はい、具材が鮭とイクラみたいな感じなんですね。はらこってなんかそういうイメージありますね。あ、あります。鮭、イクラ。ちなみにたけるさんは何歳ですか？21っす。22のです。2002年生まれですか？2002年生まれ。じゃあ私と2002年生まれは一緒ですね。じゃあまあほぼ同い年か。そう、同い年か。あ、わかった。今日はタメ口で。よしよし、ここ大事。なんかちょいちょいタメ口で挟んでた気がするけど。いや全然、もうタメ口で行って、今日初めましてなんですけど、タメ口で行けばね、もっと仲良くなれると思うんで。はい。え、ちなみに料理は？料理めっちゃします。ですよね、YouTube で見ました。はい。手作とコラボしてなんか、ホイコーロ。ホイコーロ。出てましたね。ってことはちょっと私緊張するな。僕結構料理は大好きで、自分食べるの好きなんでめっちゃあるんで、はい、味は言いますよ。やばいやばいやばい、どうしよう、怖いなそれ。まあまあまあ、一緒にね手際を見ながらやっていこうと思います。で、料理するのに一つルールを決めようと思って、英語を使ったらチャミスルです。あ、チャミスル待って、はい、マジで無理。え、チャミスル飲めないですか？チャミスルだけはきつ、まあ、もうね、撮影ながらね。そこでちょっとチャミスルを買ってたんですけど、たけるくんが飲めないっていうことで、チャミスルだけは本当に無理で、ワインです。赤ワイン、えい、赤ワイン飲むってやば。私はじゃあチャミスルを飲みたいと思います。じゃあこちらで、これ見るだけでもグラスもちゃんとねあるから、これで横文字を使ったらもうどんどん飲んでいくっていう。カタカナだったらダメ、横文字。スタートです。よし、やっていこう。スタートって言った。あーってやばい、スタート。え、怖い。アウトだね、これは厳しくいかない。言った、アウトって言っちゃった。はい、2人、2人は仲良く乾杯。待って、これご飯進まないと。待って、早くない？はじめましての乾杯。はじめまして。ワイン、あー、飲めるわ。一気にこれ飲むもんじゃないよ。ちなみにお酒は強い？お酒は強いはず。でも体調悪い時とかはやばい。まあ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 、今日は潰れてもらって。はい、3号。よし、で、僕が研ぎますよ。お願いします。普通になんか料理チャンネルよ、これ。クッキング、あ、アウト。それはまずいわ。あー、もう弱っ。多くない？多い、一回が。めっちゃ多いんだけど、怖いんだけど、この量やばいって。え、無理なんだけど。これ誰得なん、こんな飲んで。視聴者喜ぶ？イケメンが飲んでたら喜ぶ。酔ってるとかみたい。でも男性でしょ、視聴者。え、そう。僕の米研ぐ手際の良さを見てほしい。これはまあすごい濁りが 出なくなるまでやるんですよ。はい、米はなんか無洗米とかあるじゃないですか。はい、無洗米だと美味しくないんですか？わかんない、マジ。米本当に買わなくて。食べなさそう。米もし食べるとしてもチンでやっちゃうかなっていう。あー、ダメ。食べるまで全然臭いなって。でもな、女の子って自分があんま食べないからさ。そうそうそう、作ろうってなんないよ。そう、この間ラーメン自分で作りました。はい、はい、アウト。はい、アウト。何がアウト？ラーメン。ラーメン、ラーメンって感じあるし。チームポーズって言いましょう。え、誰こいつ。誰この人。カメラマンの友達。誰って。くそ。ってことで、オッケー、ちょっと失礼します。あ、待って、オッケーって言った。あ、アウト。とりあえず飲んでもらって。はい、これ確か2杯分ぐらい入れてきたから。とりあえず飲んでもらって。二度と出ないぞ、このチャンネルに。それ何？はらこか。なんでこんな色違うの？え、なんか大丈夫？いや、こっち後から買って、こっち最初に買ったみたいな。米大体。あ、まだ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 。米は一旦待ってもらって。入れんの？入れないけど、これの、あの汁を入れるみたいな。ちょっと待って、なんか酔っ払ってきたね、こっちが。早い。早いことしてるな。
やばい、やってきた。早い。酒強いって言ってた、さっきまで。こんな昼間からさ、ワインでさ、気にする。あのー、はい、ワイン。ワインですね。審判いるから、今日。はい。うん、ワインに失礼な気がする。バツグリちょっと待って、めっちゃお酒の匂いする。やばい、ここの空間。誰この企画持ってきたの。めちゃめちゃ私ピーラー取ってくれる。あ、はい。なんかどっちが主導してるこの料理みたいになってきて。料理好きだからさ、一旦鮭をここに乗せる。醤油、みりん、うん、酒、はい、そして私ちょっと砂糖。これ切りづれえわ。そんな文句言わないで、文句言わないでやって。顔赤くなったんだけど。顔バカ赤い。大丈夫。大丈夫ない。本当に酒弱すぎて。顔赤すぎ。赤すぎる。まだこれ2杯しか飲んでないんだけどな。おかしいな。じゃがいもちょっと早く。早く。だってピーラーこれ見てくれ。じゃあこれでもいい。切りづらいねこれ。ほら、いや私この間それでやったけどもっとちゃんとできた。なんで。水流しながら。どうぞどうぞ。水全然使ってもらって。やりやすいわ。やりやすい。はい、これで下味は完了ね。これをグツグツ煮て、鮭をまず何？なんで笑ってきたの俺の顔。いや逆に何って感じで。ああなんかもう入ってきた。なんで口が酔っぱってんの。なんで酒飲まされんの。昼間から。チャンネル。はい。もうなんかかわいそうになってきたよ。めっちゃわかるその気持ち。私この間翔平さんとコラボさせてもらった時に、あ、なんか飲まさなきゃいけなくて、うん、その飲ますのめっちゃしんどかった。なんかかわいそうで。翔平さん飲ました。俺見てないわそれ。飲みまーす。どうだった翔平さん。かっこいい。セクシーだよ。あの色気はちょっと俺には出せない。エロい。エロいよな。マジエロい。でも私じゃがいもやるから玉ねぎとか目痛くなるっていうのをやってもらって。オッケーオッケー。やばマジで。なにこれ、なんでこうなったの。マジうまくね。下手すぎてやばい。なんでそんなうまい。え、下手すぎるよ。本当に料理やってる。すごい。ちょっと待って、ピーラーの使い方分かってないのかもしれない。俺一応包丁でやってるわ。あ、逆に得意それは。肉じゃがの玉ねぎの切り方で。あ、むずい。あ、正解。なんかビジネスカップルチャンネルみたい。アウトー。なんで抜きづらん。なんかさ、撮られてるとすごい。やりづらい。やりづらいね。確かに。え、でもこの間もほら、あ、哲学。うん、もう撮られながらやってたじゃん。ここはさ、なんかもう家って感じ。あ、ここは家じゃないか。ここはちょっとなんか初めてすぎて。確かにちょっとね、緊張空間みたいな。普通にプライベートで家行ってって撮ったからさ。あ、そっか。仲いい。確かにめっちゃ後輩嫌いらしいんよ。着るだけは可愛いって言ってた。言ってた言ってた。私にも言ってた。なんでだろうか分からんけど。でも分かる気がする。なんか後輩のこの感じだったらめっちゃ可愛くなる。私も実際年下だけどさ、なんかこっち系の方いい。年下感ないよね。肉何買った。肉は肩ロース。アウトでー。俺の誘導作戦。てか私さっきから飲んでなくない。もうだって4杯ぐらい溜まってる。すごい。パンパンに入れていいんちゃう。え、ちょっとかわいそうなんだ。ちょっとかわいそうになってる。はい、はい、どうぞ。飲みます。少ないな。じゃがいもの芽を切ってほしくて、はいはい、あとこれも端っこ切ってほしくて、これもだる。じゃあ私その間に肉焼いてるんで。え、やばいじゃんこれ。何してんの。もうずっと待っ、やばいじゃん。もう本当に。いや、酒飲みながらやることじゃないわこれ。リュウジのバズレシピみたいだね。あー言ってた。いや待って、これ切んないと絶対でかい。女の子事情とか聞きたいな。女の子事情。やっぱイケメンだからモテるでしょうみたいな。はいはいはい。いやモテないっすよ。こういう活動してたら連絡ってめっちゃ来ると思ってて、はい、そんなことないっすよ。え、実際割合どんな感じなのか聞きたいな。あ、男女？うん。え、俺男子75。あ、そうなんだ、うん、意外と男なんだ。でも多分サッカー系だったら多い方っすよね、女の子。うん、確かに。だって私 98% 男だ。え、マジ。
やばいよね、それ考えたら。女性ファン取り込んでこうぜ。いや本当にそう思う。例えばなんかこう付き合いたいなみたいな連絡とかは来ない、その来ないね。デート行こうみたいな、たまに来るぐらい。それは返さない。返さない、さすがにね。それダメだって、会ったこともない人にさ言われたらさ、誰どういう人かも分かんないし。どう、美味しい？あ、待って、やばい、お酒飲んでるせいで味分かんないこれね、熱いから。怖い怖い怖い。美味しそう。え、最近最後にやったのいつ？もうめっちゃ最後じゃん1週間前。嘘だ、今顔が嘘って言ってた。1週間前です。顔が嘘って言ってた。本当は、本来は昨日とかやってる直近すぎるだろ。そんなにやってないっすよ、僕。逆にいつやったの？1週間前。お、一緒だ。大体。大体。だって、もっとでかく。こんなん？じゃがいもぐらい、あの肉じゃが想像して。一応米焼きます。でかいとでも食べづらくない？いろんな味を楽しみたくない？一口。米焼きますじゃないか。焼きます。無視してくれて2人でお互い喋ってるけどね。テロップ大変じゃん。 ENFP ですか？ ENFP なんでわかんの？ YouTuber 8割 ENFP 説今んとこ続いてるわ。え、何逆に ENFP 一緒、うん、マジ確かに。あ、間違えた、また自食しちゃった。えぐい。じゃがいもはでかくしてもらって。味は一緒だからさ、間違いない。人にやる、はい、あのね、じゃがいも溶けても知らない。え、まだダメ。なんか、ひなのソーセージってじゃがいもなんか酔ってますめっちゃおもろい、やばい。あ、もう疲れたないかも切らされてんの俺、ね、食べるイメージで来たんですけど。何の話してたっけ？ ENFP。 ENFP あるある言いたい。いいよ。ないの？逆に何か言ってほしいなって。あ、そっち。 ENFP あるある。ない？人が喋ってることを聞かずに自分の話する。いや、間違いない。今まさにそう。確かに。あとは、まあ、誰にでもいけるね。フレンドリーになれる、うん、めちゃめちゃ。なんかやりたいこと多すぎて2つのこと一気にできる。効率いいかもしれない。効率はめっちゃいいと思う。ハマりやすいけどすぐ飽きる。え、これ56分もかかるの？あと1時間食えないってこと、うん、でも結局これも食えないから食べてくればよかった。あ、待って、じゃあなんか何かな。ヨーグルト嫌い。製ヨーグルト作ってあげる。優しい。急にチャンネル変わるはい、ということで、お、煮込み終わりました。そしてご飯も炊き終わりました。こんな感じです。めっちゃいい感じやん。肉じゃが、もう匂いがすごいいい。ちょっと量が多すぎて。じゃがいもの切り具合もいいっすね。確かに誰ですか？僕ちゃん。これ切ったので、ご飯も炊けました。いきますよ。うわ、おー、すごっ。いい感じ。いい感じの色になってるじゃん。ちょっと混ぜて。あ、いい感じ。めっちゃここに鮭を混ぜて。ドバーン、入れすぎかな。もうちょっとこれはモテるんじゃないですか、料理できる女子ね。意外とほら、私だって意外とできるんだよってとこ見せないと。やっぱ私ズボラみたいななってるから、みんなに、ね、なってるよ。未だに信用してない感じあるけど、ちょっとこれはすごくない？うん、結構美味しそうでしょ。ご飯よそりたいと思います。じゃありゅうくんは座って待っててください。はい、座ります。それにしても家いいとこ住んでるわ。しかもおしゃれですね、さきかちゃん。これ宣伝しとくか。僕がディレクターを務めるグランスという服のブランドがあるんですけど、こちらその黒のセットアップになってまして、透け感とかがすごいいいんですよね。で、これドローコードついてて、まあ、ちょっと長いっていう人でもここを絞ることによってキュッてなって足が長く見えます。気になる人はぜひチェックしてみてください。グランスです。うおー、すごっ。で、最後はイクラっしょ。イクラもあんのか。イクラと鮭が親子丼か。親子丼って親子丼じゃん。確かに、鮭とイクラね。うん、確かに、賢い。普通じゃね。どこが食べるの？頭は悪い。え、そう、すぐバレる。マキイカさんにもすぐバレたこれで完成です。イエーイ、運びます。じゃあ持ってきます。ということで完成しました。美味しそうすぎる。こちらがはらこ飯と、こちら肉じゃがですね。
あ、本当はなんか味噌汁とかあったら一番いいんですけどね、ちょっと今日はなしということで、まあ、軽めに食べましょう。はい、これはでも料理できるのすごいね。そう、これは好感度高い。味ですよ、問題は。ちょっと味をチェックしてみましょうか、ね、じゃあいただきます。どうぞ、いただいてみてください。骨気をつけてください。くしゃがもね、高級料理店の味。ガチ？それは絶対嘘だけど。これはうまい。美味しい？嬉しい。胃袋をつかまれた。本当？ちょっと私も食べてみます。これやばい。うん。うんうんうん。美味しい肉じゃが。ちょっと感動だわ。うますぎる。美味しい。加減最高だよ。よかった。あのノベリオでやってたの。うん、適当だった。もうお腹減ってるからちょっと。どうぞいっぱい食べてもらって。YouTube 関係なく食べちゃうけど。うん、春子飯大好き。これが東北の料理です。これも料理するけど、これやろうと思う家で。あ、本当？何得意料理？チャーハン。あね。あの誰でもできるけど、うん、その中でも美味しいと思う。家庭で男子いいよね。私料理作ってくれる人がいい。だるいだけじゃん。うん。マジでそれ。すき焼きとかめっちゃやっちゃう最近。めっちゃ楽だもんね。楽。わかる。すき焼きとかしゃぶしゃぶとかね。鍋とか。買ってくればいいから。私一人で鍋とか冬だと意外とやる。楽だから。作るだけだもんな。そう。はい、でも多くて余っちゃうから一人で余って作んない。確かに。それとやればいいから。ねえ。ほらすぐみんなそうなっちゃうから。みんなそう思ってる。うん、裏でもセフレの話してるみたいになってるから。してないしてない。めっちゃ思うことがあって、サッカー界で美容系やってる男の人っていないと思って。なんかめっちゃ美容系じゃない、うん、インスタとかやばくない？洗顔みたいな。確かに。でも肌綺麗。めっちゃ肌は気使ってるんで、それはもう発信するしかない、うん、よく聞かれるし、うん、一時期サッカー系美容 YouTuber って名乗ってた。え、サッカーはいつからやってたの？小1から今までずっと、うん、なんか結構あれでしょ、選手権優勝みたいな、うん、山梨学院。学生の頃って、うん、上手い人ってめっちゃモテると思うんだよね。高校の時とかはめっちゃモテたし、うん、選手権優勝した時はすごかった。もうサインの行列ができるような高校で。高校生でサインの行列？やば。インフルエンサーになろうと思ったきっかけは？一回大学サッカー行って、うん、で1年間で俺辞めたの、大学サッカー、うんうんうん、でその後に自分ができることなんだろうって考えた時に、フォロワーも多くて、うんうん、SNS 始めたら伸びるっていうのは分かってたから、うんうんうん、それ仕事になるんじゃないかと思ってちょっとやり始めて、うんうん、したら楽しかったし、自分のサッカーの価値観とか発信していったら見たい人多いんじゃないかなと思って始めた。あ、そういうことか、うん、え、じゃあ高校の時でもうフォロワーが結構いた？1万人ぐらい。あ、そうなんだ。その時はいろいろ勉強しました。詳しい人に教えてもらって、うんうんうん、自分一人じゃさ限界だったから。確かに難しいよね、うん、SNS ってマジで。 SNS 難しい。インスタもさ全然減ってくじゃん、毎日減ってくから、うん、私どうしようと思って最近。これも毎日100人増えて100人減ってるみたいな。うん、でもすごいトントンでできてるってことでしょ。いや、ちょっと減ってるかも。あ、ね、ブランドも出してそっちのインスタもさめっちゃ頑張ってるから、うん、忙しそう。え、どんなスケジュールなの？タイムスケジュール的には1日の撮影して、でブランドの打ち合わせとかあったらブランドの打ち合わせして、うんうん、で編集とかするみたいな。投稿とか毎日投稿してるから、インスタと TikTok。 あ、そうなんだ。週6ぐらいかな。すごっ。この日は絶対できないっていう日はやってないけど、うんうんうん、忙しそう。めちゃめちゃ。いや、そうでもない。ディールの編集は楽しい。うまいよね、めっちゃ。もうなんかディズニー。ディズニー何してた俺。なんかディズニーのねリールが貼っとくんですけど、彼氏感みたいな。サッカー系で彼氏感の人あんまいないなと思って面白かったですよ。はい、ということで今日はこんな感じでたけるくんとご飯を作って、ご飯を食べてたくさんお酒を飲みました。めちゃくちゃ美味しかったっす。よかったです。完食。すごい。マジうまかった。本当に？じゃあ自信持っていいってこと？自信持っていいと思う。本当に？うん、料理人が言うってことは。センスいいね。上から目線になってるけど。料理系 YouTuber として頑張っていきましょう。それは絶対違う。絶対嫌だ。今度はサッカーとかで、ね、一緒にできたらいいなとか思うんで。サッカーやろう。さっき待ってる間にたけるくんの方の YouTube でコラボの撮影してもらったんで、ぜひそちらの方も概要欄に貼っているのでチェックしてください。チェックしてください。ということでチャンネル登録と SNS の URL も貼ってるんでフォローの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。またね。